こんんばは国です、えー、本日は2020年4月17日ということで初の試みですけどもハロプロ研修生西崎美空ちゃんの14歳の誕生日について本人を振り返ると言っても情報が少ないんですがなので憶測そしてこんな感じなんじゃないのか未来みたいなのを探るような形の記念日トークみたいなのできたらと思いまして。 お届けしたいと思っておりますまあ、興味あったりやばそうだなと思ってもちょっと付き合ってくださいお願いしますじゃあいっちゃいましょう西崎みくちゃんね、これ調べてみたんですけどもう誕生日ということなんで2、3日前からちょっと調べたりしてたんですけど情報がものすごい少ないんですよねで自分で見てきた記憶と重ねてになります もうそ,そっちの方がそっちしかねえって感じです。で僕が研修生のなんていうんですかね発表会で見たしかもう当然ですけどないんですよね。あとハロステと本人のなんつうかな研修生サイトのプロフィールっすよ。もうこれだけですから。あでもねあハロドリで前回の時に見てたのもあるポイントがね最初のドーンと出てきたところ。 じゃあまあそれもふ踏まえて3ポイントお届けします。で1つ目は今日は親の感じの予測で2つ目は本人のキャラクターあと現在の立ち位置こんな感じじゃないか予測そして3つ目はえっ、ー、とダンスも歌も頑張るそうですから未来的にどんな子になりそうかっていう予測3つとも予測できますじゃあね進めますね1発目親両親どんな感じなのかってことでございます これねまず名前考えてください。このミクちゃん、ね2006年4月17日生まれですから、これ調べたんですよ、僕、母んさては、親、お前、初音ミクから撮ってんじゃねえのかと。そしてね、ちょっとね、これ考えたら、ご両親なのか、おじいさんもおばあさまなのか分かりませんけど。 初音ミク2007年8月デビューってことになってるんですよね誕生日8月31日設定なんですよで今振り返ってみても海外のイベントとかで僕その頃もフランス行ってたんですね2007年なんですけどそれでねは確かに初音ミクの話とか始まってたの覚えてるんですよねでこれもしかしたら <laughs> なぜかというとご両親が俺あとでワードだと思っててピックアップしときたいためにこれ言ってんだけどオタク的な気質が強いのはご両親なんじゃないかと。で初音ミクから来てミクつけたんじゃないことはなんとなく分かった気がします。なんでかというと1年ミクちゃん先輩だから。なので初音より先のミクちゃん。でこの2007年以降っていうのは多分ですけど親一回ミク躊躇する感じになるんじゃないかなと思いました。 まあねこの年に「ミクをつけた名前が何位ないのかとかそういうのはちょっと存じないですけどまあそういった意味で <laughs> こ,れこれ取り上げてどうかだけどまあまあ初音より先輩ってことでございます。で親の感じじゃ引き続きいきましょう僕ねこれなんで親の感じ予測になったかっていうとこれ親ハロオタないし少なくともアイドルオタなんじゃないのかなっていう気がしてるんです。なんか情報持ちの方いましたら こっそりでも堂々とうアドバイスくれたら嬉しいんですけどアドバイスっていいんだけどね <laughs> その理由バンバンバンと言いましょうこのねハロステでのハロステこれいつだったかな去年2019年10月9日の回一発目にキキちゃんの椿の復帰が語られてる回かなであのこの、えー、特集があるんですよ特集っていうか中盤に映像があるんですよ研修生の最近あるじゃないですかあれ入ってんですけど この時に家族の中の良さとかが自分の何ていうか大切なものみたいなことを言って土日はお父さんとお出かけね <laughs> って言ってんすよ。であとさらに理由が続いてお父さんが作ってくれたオムライスが好きでいちごはおじいちゃんがよくくれるから好き。で 好きな色はピンクだとおっしゃるんですね。ピンクだと、ね、でそこはいいじゃないですか。でも理由がお母さんの影響で家がピンクだらけだと。パーコかよというね。こ,のこれ林家系のじゃないですよね。それだったら面白いけどね。<laughs> でも直系じゃないだろうね。もうせめて孫だろうね。<laughs> もう若い人林家でまだ通じるからね。 まあい,いやい,いやそれはまあ置いときましょうでまあ以上な理由により推測するにここまで重なってたら少なくとも親なのかなとあ以上というかまだあるんだよ「ベイベイ恋にノックアウト」が好きだって言ってるの曲でこれでハロプロ研修所に入ったきっかけがお父さんにオーディションを受けてみたらって言われたっていう話なんですよ いろいろ考えて言うかな言うかなあるかなっていうふうに見てみたらまあサコパターンというんですかちょっと何て言うんですかね自分の意識同音が少なめに聞こえるところなんですよ。歌ったり踊ったりはしたいらしいの。となると「ハロー」じゃなくてもいいとか言い出しちゃいそうな不安感もあるからぜ絶対「ハロー」にいてほしいっていうふうに今もうせっかくなんで思ってますからね。そこをちょっと感じたんですよ。なので お父さんどういうういい方かちょっっと興味あるなっていう感じです多分俺年下だろうな。ね、でしかもプッチモニとかで入ってたりするのかなねやだねもう余計なこと考えてね。本人の魅力とは別なもう親の方に興味っちゃう。<laughs> すいませんもうね。でもお父さんお母さんにとってもね今日は嬉しい日でしょうから続けちゃいましょう。じゃあその親の親予想と 1> あー 1, 回1個目にして2つ目2つ目は先ほど言った本人のキャラクター立ち位置の予想ですねでこれどういうところが予想できるかというとまあ、岡山県出身ということで岡山県出身のハロメンがいないっていう話なんですよねなのでここから始まるヒストリーになるから岡山でタイアップ取れたら大きいんだけどね もうど,どうなんだろう、ももクロとかね、そういう暑いところ、暑 <laughs> いところの後継者っていうのな、なんでかって言ったら、桃が名産だとか言って、桃黒の引っ掛けるやつら岡山にファン結構多いんすよそ,そういう理由だからね、そこ入っていっても面白いのかなとか、あと岡山県自体が、地政学的というの 関西からも近近いいし、近いけども独自の文化形成してる。どうしてかというと四国からも近くて四国からなんか就職したり何かやろうと思ったらとりあえず岡山来る人多いんだよ。で岡山は結構起業してなんか頑張ってる人たちとかメディアの情報っていうのが少し扉開けたら一挙に集まってるんですねテレビとか雑誌とか飲食店とか含めてライブアウを含めて ま岡山でもイベントをねやってたことがあるからいろいろリサーチしたり乗ってもらった方々の話総合ってことです、ね。そこ出身っていうのをうまく使えるかどうかだって後にも先にもこんな21年も22年弱ですかハローが歴史あるのに彼女が最初になれるんだもんだからいいかなと思っててそこ立ち位置にするべきと。で好きな音楽のジャンルが このハロステの方では j p o p とか言ってんだけどプロフィールの方ではハロプロロプ洋楽 K-POP ボーカロイドってて書いてあるんですよねこれここのボーカロイドって書いてあるところがうまくその子どもの頃とかミックなものでミックミック方面でもてはやされ好きになったのか親がもともとちょっとそっちも好きだっていうのがこれはちょっとわかんないですけどね。 なのでこの辺が自分でどう取り入れるかっていうところですよ。桃姫的なね、桃姫とも年齢近いわけだからね。桃姫的な他のテクニックを入れてくるのか。ねえ、k p o p って洋楽って広すぎるから洋楽ってどの辺なのかがちょっとね、日本以外は全部洋楽だからね。その辺興味ありますね。あとスポーツ、ダンス、バスケ、バドミントン。彼女を見て思うのはバドミントン似合いそうだよね。 バドミントンもニッチに見えるけど結構タフなスポーツである程度人口いるからそこ伸ばしていくのも手かなで松浦とかテニスはもう中2の時14歳とかはやめちゃってるからね、うん、でもまだ余裕ないかなんかスポーツ同行っていうねまあそんなこと思いましたよで研修生入ったのは30期だから去年の8月ですよねまだ1年経ってない ね、趣味は音楽聴くこと寝ること。うん <laughs>、うん、素直ないい子ってことですよね。もう尊敬する先輩ビヨーンズの里吉歌ので。理由は優しく笑いかけてくれるから。これだけ聞くとやばいけどうん中二成立ですからね。う全然大丈夫です。ね。 で目標を頑張りたいことは皆さんを圧倒するようなパフォーマンスをすることと圧倒も広いですよねでまだ憧れはたくさんあってやりたいことはあるで歌って踊りたいあいろんなものやりたい中で歌って踊るが一番興味あんなみたいな中2ってことですよねでこれインタビュー撮ってる時とかは中1なんでこの時点に戻った場合 まあ俺の中1の時とそんなに言ってること変わんねえなと。<laughs> 俺出てきた中1ぐらいまでだったらこれなんですか男女まだ言えんじゃないですか似た,似たような感じだもんね。なんか野球やるか、音楽僕中1からすごく聞き出しちゃったんで、中1から音楽やりたい。でも俺らの時代楽器だったな踊ろうとはなってなかったなまあ時代か。 ね、そんなことを思いました。じゃあ最後3つ目にしましょう。で、えー、つながるとこだねダンスも歌も頑張るって言ってるんだけど本人がハローの中でさなんうのダンスやったらウータンなのかっていうとこだよね。あるところではこれ小林優帆とか言ってたのもどっかで見たんだけど少ない情報の中でどれだったか忘れちゃったけど。 サ鞘シリホみたいにしても歌とダンスで言ったら俺73で7ダンスだった気がするのよ、ね。チャーってギタリストが昔いましたけど、まあ、今も言いますけど歌とだギターだったら73で3歌みたいなこと言って <laughs> あれかっこよかったねピンククラウドなんてバンドやってましたねピンクつながりでうまくねえなこれな。ねえこういうのいつまでこういうこと言うんでしょうね僕も。 失礼戻しましまょうでどういうことを言いたかったかというと歌とダンス両方ってギターと歌とも似てるんですけどどっちも一流ってなかなか難しいんですよ二刀流ですからね大谷とかもそういう企画外出てくるけどいや本当に難しいですよ。事務所で菅さんとかいるじゃないですかじゃあ菅さんは歌とピアノとどっちかっつったら まあ大体答え出てたりまあでも作曲あるからねこれはねあと今のチャーソンの時そうだしうんみんな2つはねやり続けないのサイドギターみたいなことはや,ってやれてもねうんだからこれも僕の問題課題としてはどっちが軸かは決めた方がいいかなという感じですでウータンが本当に好きなんだったらもうダンスだけ学んだ方がいいですね みおちゃんだとねちゃんだとこれ歌多分どんどん伸びんすよあのシャイなこれが降りてきてあ降りてきたのが上がってきてる今はも機会あげたらどんどん本人もトレーニングしてるはずだしあとみおちゃんのバースデーとか言った人はわか,かると思うんだけど彼女は自分のオリジナル曲か結構歌えるんですよだから本当にシャイだ,だけで歌えない人ってシャイなだけなのかもう持ってる実力がどっち っってていいううののかってのが分かがんないで本人もまだ誰かに言われて思いい込まないことですよね僕歌のヒントは「ハロードリ」で見た最初の出だしのところをもらってたでもそうですよね43度の出だし彼女で始まってるからでちゃんとこうやって「ハロスて」でも特集も組まれていらっしゃりということでまあな組まれてんのか <laughs> 見込みはあるんじゃないかなと思いますよ皆さんあるんですけどね 僕じゃもう話まとめましょうお誕生日14歳ということで道崎みくちゃんどんな子になってほしいかという勝手な希望ですでも国尾チャンネルなんで許してください僕としては彼女みたいなことをやりたいんだったらグループアイドルの同行ううっていうことよりまずソロとしてどうだっていうことを自分の立ち位置見つけるのが最初にやるべきことだと思います まあ、マウンドに立ってみてセットポジションとワインドアップと、まあ、いろんなことやってみて試してみて自分の声玉だよねでフォーム、まあ、ダンスだったら体の形まだねもちろん14歳だから体型とかいろんなもの変わっていく時期だと思いますけど、まあ、それにしてもどういうものがいいのか結構身近なもう友,達友達でもいいのか分かんないけど、まあ、同業を目指してる人とか分かっている大人だよね。 身近な分かっている大人に聞いていって、全部聞かないで。一つずつ試してみるってことでしょうね。これをやると、ハロプロの中でいきそうな雰囲気は持ってると思うんで。楽しみだなって話でございます。ね、応援していく人が多くなりすぎてもいけないとはいつも思ってるんだけど。まあ研修生は本当に見ておいて、あ、やる気あるな、やる気出たなって時に、ちょっと背中を押してあげると、ひょって喜ぶ感じが。楽しいし、可愛い,いし。 たぶんやる気も本人になってるのは間違いないと思うんで、ね、今こういう時代ですからちょっとそういう楽しみ接触的なものというのはねもうほぼほぼ5月、ね、5日が実力テストでしたっけ、ね、そういうのが見えなくなっちゃってねあの時の食器のミーミとか、ね、パンダさんパワーとかめちゃくちゃ可愛かったですけどね。<laughs> ね そういう話も研修生、えー、ものというのはしながら今後も進めていきたいと思っております。じゃあこの辺にしましょう。じゃあおめでとうございました。西崎みくちゃんということでございました。じゃあまたね、良い週末を。